はい、西京寺です。シェイクスピアの名言シリーズパート3前半です。で、今回の T シャツはこれ高円寺 T シャツって言って、まあ、この高円寺の雰囲気が書いていて、でここにはまあ純情商店街と言われるところのこう、まあ、シンボルだね、まあ、それが描かれていて、まああのね、コロナの厳しい中で、まあ、高円寺を救っていきましょうという、まあ、クラウドファンディングの一環です。さて前半どんどんいきますよ。どのくらいと言えるような愛は癒し愛に過ぎぬ。これ辛辣だよね。例えば女の子に私のことどのくらい好きとか言われたら、どのくらいと言えるような愛は癒しいのだよと答えてみるとどうなるだろう。まあぜひやってみてほしいね。結構怖いんじゃないかな。とはいえこの言葉は真実だと思う。まあどのくらいっていうのは、愛っていうのは比較するものでもなく程度問題でもなくというような、ある種の絶対的な感情なんじゃないかなというふうに、まあ、シェイクスピアは言ってるんだと思うんだな。次根性の曲がったものには賢いことも良いことも曲がって見える。汚いものには汚いものしか口に合わない。まあ、辛辣だけどね。だからまあ、口汚くね、自分を罵ってくるような誹謗中傷とかさ、そういうのがあったら、まあ無視しとけ。こいつは汚い人間なんだな。だから汚い言葉しか言えないんだな。こいつは汚い人間なんだな。だからまあ美しいものだって汚く見えてしまうんだな。っていうふうに思ってしまうと、まあ楽だよね。まあ自分もいろいろあちこちで言われますけどね。で、まあね、予備校講師連中でも、まあ私のことを散々言う人もいるし、まあ、実際にあった話をさ、もって言うならまだいい。80の話を150で言うならまだいいけども、全くないことをね、こうだった、ああだったって言って、まあ人に笑いを取ってるとか、受けを狙ってるという、まあ癒しやつもいるけども、まあ放っておくのが一番というふうに思っています。まあ放置だね。さて次、もっとよくというあがきが往々にして、すでに良いことを台無しにしてしまう。そうなんだろうな。まあ満足を知る、まあ樽を知るっていうように言うんだけども、まあそれは多分大事なことなんだろうな。まあ貪欲になりすぎてしまうと、まあ今あるものも失ってしまうということなんでしょうね。次は、自然でない行いは自然でない混乱を生む。そうだね。自分の行動が自然なのかな、無理やりなのかな。まあ無理やりなんかやろうとしたら、まあありえないはずの混乱を生んでしまうと。いうようなことはよくあるんだろうね。次ね懸命にそしてゆっくりと、早く走るやつは転ぶだね。きっとまあ動いていくことは大事なんだけども、速度っていうのを上げすぎるとか焦ってしまうと失敗するよっていうことなんだろうね。でもこうも言ってる。人間の心というものは活動が止まってしまうと雑草が生えるものだ。から早くやろうと思うちょいけないけども、止まってしまうとか、まあ、動きを失ってしまうと、まあ、雑草が生えてしまう。まあそりゃ人間生きてるとさ、皮膚だって、まあ、ターンオーバーするし、血液だって骨だって全部入れ替わる、まあ、骨が全部入れ替わるっていうのは頭の中ではイメージしにくいけども、やっぱり結局そう生きていくってことは、そうやってまあ変わっていくことだし、まあ、失っていくことだし、得ることだしね。まあ、そういう点では変化を怯えるというのはちょっとね、いかんが。だからといって強引に変化を起こそう、革命だっていうふうに思うのは、まあ危険だということなんだろうね。次運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだ。さらには人は死ぬも生きるも自分の意のままにならない。そうだね。だからまあ計画を立てることは大事なんだけども、計画を立てすぎたり、あらゆることを自分の意のままに進行しようとすると、まあむしろどんどん離れていってしまう。ましてやまあね、子供とか生徒って自分とは異なる人格じゃん。それはまあ自分の意のままにしようっていうふうに思ったって、まあそれはもう馬鹿げてる話だよね。まあ子供を物として手段として、まあ、扱ってるに過ぎないんじゃないかなというふうに思う。まあ予備校講師していて、まあ、親がね、この子は医者にならせたいという、まあ、そういうのをよく聞くけども、いかがなものかなと
まあ、その子は本当に自発的に医者になりたいならいいけどね、親が医者にならせたい、後を継がせたいっていうのは、あまり子供を物として扱って子供を自分の意のままにしようとしているものを見ると、まあ切なくなってくるよね。まあそういうことをシェイクスピアはこう言ってる。父親というのは自分の子供のことはわからないものだ。そうなんだな。で、英語ではね、 It is a wise father that knows his own child。 自分自身の子供のことをわかっているのは偉い親だよ。で、日本語だと親ってわからないもんだよ。まあ、このないっていう言葉は日本語は割と好きだね。で、それをつける方が、なんか強く相手に訴えかけるんだろうな。相手が望むことをしろというよりは、相手が望まないことはするなの方が多分強く響きやすいということなんだろうな。次、愛は万人に、信頼は少数に。深いな。やっぱ愛っていうのは、まあ何時の隣人を愛せと、まあ、キリストは言ったけども、隣人に限らず万人を愛せと。ただ信頼するのは少数にしておけっていう話だね。まあ、キリストも、まあ、信頼していたかどうか分かんないけども、まあ、ユダに裏切られるわけだしさ、まあ、そういう点では信頼は少数にすると、愛はできるだけ万人にこう分け与えようとするというのは深いなと思う。で、続けて、期待はあらゆる苦悩のもと。怖いね。 My expectation is the root of all heartache。 こう言うんだけど、まあ、全ての heartache の元になるよって言うんだね。でも多分希望と期待は違うんだろうね。期待は expectation、 こういう風になるんじゃないかな、なってほしいなというのと、希望 hope は違って、おそらく hope を持つことはすごい大事だと。だけど expectation、 まあ、常にああやったらこうなるなというふうに思ってると、まあ大体失敗することもあるよというようなことを言いたいんじゃないかなとは思う。次、 Everything that shines is not gold。 輝くもの必ずしも金にあらず。まあ、ベニスの商人だね。まあ、これはあの、まあ、予備校業界では、まあ、英語ではあの部分否定、全部がこうだというわけじゃないよというのでよく使われる例文ではある。まあそうは言いながらも、人っていうのは輝くものに目を奪われやすいし、輝くものを欲しやすいんだろうな。次、過ぎた不幸を嘆くは新しき不幸を招く近道ない。これはリア王だ。過ぎてしまった不幸、これをああだったな、ああじゃなかったらよかったなと嘆いていると、その嘆いている気持ちが新しい不幸を呼んでしまうというんだな。まあ過ぎてしまったことは変えられないんだから、もう受け入れてしまうしかないだろう。そこを嘆いていると、その嘆く体質がまた新たな不幸を呼び寄せるぞっていう話で、でまたさらにはこういうことも言ってる。避けがたき不幸もこれを忍べばやがてはこれを笑うことができる。まあ、これオセロだ。まあ一度ね忍んでしまうと今度は笑えるよ。こう言われると、まあ中島みゆきの時代という、まあ名曲だね。あの歌詞を思い出す。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、そんな時代もあったねといつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったね、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。回る回るよ、時代は回る。すごい歌詞だよね。よくこれを二十歳そこそこの子が思いついたもんだ。まあ、今日は今日の風に吹かれましょうと。いつか笑える日も来るよ。で、まあ、シェイクスピアはこういうことも言ってます。今晩一晩は我慢しなさい。そうすれば、この次は耐えるのが楽になってくる。そしてその次はもっと楽になるよ。そうだね。ここをちょっとこらえれば、次は楽になるから。だから今年で、この今は辛いけども、きっと楽になるよ。きっと笑えるよ。っていう話だね。まあ、音楽といえばね、シェイクスピア音楽についても結構言っていて、自分のうちにいかなる音楽も持たず、甘美な音の調和に心を少しも動かされぬ人間こそ、謀反と謀略と略奪に適した人間だ。つまり音楽を愛する、音楽に感動する、
そういう気持ちがないと恐ろしいことになるぞ、もう悪魔だという感じなんだろうね。でさらには、まあ、彼は音楽と生活っていうのは切り離せないと思ってる。テンポが崩れ音のバランスが狂うと甘い音楽も不快なもの、人の暮らしも同じだ。まあ、人の暮らしにもテンポとか音のバランスっていうものが大切だよね。音楽はもちろんそれが大切だ。でさらには音楽が何のために存在するかご存じないらしい。勉強や日々の仕事が終わった後、疲れた人の心を慰め元気づけるために音楽はあるのではないか。そうだね、まあ、僕も、まあ、No music, no life だと思う。音楽なくて生活はないよとかっていうふうに思う。まあ芸術をね、実用性がないとか役に立たないとか実益がないとかいう理由で、まあ予算を削ろうとしている国があるよね。まあ日本っていう国だね、まあ、結構とんでもないんじゃないかなと思う。まあもちろんどのくらいの予算が適切なのかって言われたら私にはわからないけども、でも生きていくのに音楽とか芸術は不可欠なんだと、まあ、ドイツのメルケル首相は言い切りました。かっこいいなと思う。まあそれに比べて、まあ実用実績ばかり求める国のトップっていうのはまあ見すぼらしく見えてしまうな。では前半最後、一つの顔は神が与えてくださった、もう一つの顔は自分で作るのだ。まあ、同じことかどうか分かんないけど自分はこう思ってる。まあ人間生まれるじゃん、でまあ育っていくじゃん。その中でそのままじゃいけない部分があると思うんだな。自分の半分というかある部分は自分で自らの手で切り裂く、まあ、血も流れるし痛い思いもする。そしてその部分は自分で埋めていく、作っていく、作り上げていく、まあ、こうやってまあ大人になっていくんじゃないのかなと思う。この痛いけどもこの切り捨てていく作業っていうのを自分に伴わない人っていうのは大人になっても幼いままで、まあある種のこう成熟した大人にはならない。これ多いと思うんだよね、まあ、子供のような大人とか子供のような老人、まあこれは子供返りしたのかもしれないけども、まあというようなこう成熟しない大人っていうのは結構多くて、まあそれはガキだよねっていうような、まあ40代50代もたくさんいるような気がします。でもかといってあるその部分を風化させてしまう、つまり子供らしさとか純粋さとか好奇心とかそこを風化させてしまって切り取りしないで腐っていくわけだね。で風化してしまった場合っていうのは実につまらない大人になるんじゃないかな。ドキドキしない、好奇心も持たない、まあ、世の中こんなもんだよ、妥協だけをしている、で現実迎合だけはできる、もう冒険もしないとなっていくと、まあつまんないよね。でも子供のままでいいかっていうとそうでもないと思うんだな、まあ、そういう点では自分自己切開作業っていうのかな、自分で愛を持ち自分のある部分を血を流しながらも切り裂き、そしてこっち側には自分で新たな自分を作り続けていく、まあそういった作業っていうのが、まあ、成熟するということであって、成熟っていうのは老化とか風化じゃないからね、成長し続けることだというふうにまあ僕は思っていて、まあ、そのようにして、まあ、新たな自分を作り続けていこうというのは、まあ、大切なことなんじゃないかなというふうに思います。ということで前半はここまでです。チャンネル登録よろしくお願いします。